それでいてこれほど細やかな神経を要求する作業はない。一本の霧にも固く締まったところもあれば柔らかな部分もある。硬いあたりは薄く、柔らかであれば厚く、その削り方の塩梅が琴の音色を決定する。琴はまた重くてはいけない、軽すぎてもいけない。少しの違いが音色を壊すからである。弦を張って音を試したりはしない。ただ職人の勘に委ねるのが琴作りの伝統であるという。この指先だけがたおやかな音色を探り当てていくのである。振りが終わると綾杉と呼ぶ模様を彫り込む。最も精密な手技が要求される。深さわずかに2ミリに過ぎないこの彫り込みが音色を微妙に変える、そう職人たちは言う。科学的証明はまだない。だがそう信じて掘る職人たちの心ばいは音色に美しい陰影を与えずには置かないだろう。木の